気がする、はい、サーフェイス、サーフェイスイメージ、イメージですね、はい、でこれは晩秋、これはですね、裏と表で、裏と表で違ったデザイン印刷してます、はい、でこれ実は同じ7151を使っているんですけれども、はい、5層印刷をしていまして、はい、まあ、隠蔽性が高い白、うん、ホワイトのモードが高いので裏と表で違う印刷ができるんです。間に白を挟み込んでる。そうですね、白とあと中に黒を入れてます、はい、カラー白、黒、白、カラー。こっちが傾きして盛り上がる、上達こちらの方は US3.0 熱成形用、はい、真空成形用のインクですね、うん、新しくリリースさせていただきます。熱をかけると、はい、まあ、200度ぐらいの熱をかけると 300% インクが伸びるというインクでして、うん、で印刷をした後に真空成形機で成形してあげると、あ、これなんですね。そうですね、なるほどね。まあ、提案先としては成形、そういう成形看板、立体看板のものですとか、はい、あとはおもちゃ、おもちゃ、はい、まあ、部品関係では二次元の世界で塗ったものを後から塗ってもインクは伸びて剥がれないよ。そういうことですね。わかりました、ありがとうございます。割れたり割れたり。